こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。別府記念競輪、いよいよ最終日、12レースの決勝戦の予想をお送りしたいと思います。はい、えー、こちら12レースの決勝戦ご覧の9人ですね。 アサイコータが登場してまいります。そして1 2 s を決勝戦をごら、決勝戦の予想ですが、いやー悩みますね。ただ、えー、っと短期の選手人気になるかもしれないんですが、ここはあの、短期の選手は外しまして、 難関か、えっ、ー、と、もし、稲毛健太が、あの、抵抗するようでしたら、えー、坂本大月の幕にも、あの、両面で行きたいと思います。えー、ジュニエス決勝戦はご覧のメンバーです。えー、もう少し詳しく見ていきましょう。えっ、ー、と、まず、 左のバック回数は11回トップが岩本俊介ですね。2位が4、四番車稲毛で9回、えー。ホーム回数は稲毛の方がトップ8回ですね。えー、バック回数、坂本と松井が4回ずつ。ただ、松井はあまり走ってる回数が多くないんですよね。5回しか走ってない。ってことで、 かなり、5回走って4回ということはかなり積極的な走りをするっていうことがわかります。現実に決まって逃げしかありませんからね。小倉競輪祭ではよく逃げてたんですが、今回のウェップに関しては、準決勝はバックついてないですよね。 どちらにしよう前々に攻めるのは変わりはないです。スタート回数は大月が4回ですね。まあ、坂本は真クイと仮定すると大月が前を取る可能性は十分あります。もちろん、あの、一番車、最後2回取ってます。一、まあ、番車にしちゃ少ないかもしれないというとこですけどね。並びは、えー、ラインができるのが3つ。 南関勢松井、岩本、柳田。柳田、6番車なんですね。すいません。えー、それからですね、えー、2番の木暮れが短期。で、稲毛、稲毛を中、えー、近畿勢えー、稲毛を、最近非常に積極的なレースをするようになって、 今回は一着、二着、一着とかなり出来は良さそうですよね。ま、ついに挑む形になります。そして、坂本と大月。坂本はあの3日間バック取っておりません。まくり構える可能性濃厚ではないでしょうか。そして、一馬車浅い。 が短期ということです。三連単のシ立は松井がトップですね。松井なのだって。それから岩本。それから浅井ですね。続いて。浅井木暮れは短期税。で、いえー、なんか3番手は柳だで、ちょっと近畿税と北日本税は人気がないっていう状況になります。えー、二社単論図見てみましょう。 ご覧の通り、一番人気はですね、3連単と違って、えー、岩本、宮田の突き抜け11.1倍なんですよ。で、えーえー、松井の残り3級が14.2倍。これ93だと18.8倍。で、91や92も似たようには売れ方をしますね。 えバッテが持つれる可能性もあるという見方もしているのではないでしょうか。うん、そこまで無理するかな。で、他のラインとなると、人気は落ちちゃいますが、稲毛が結構、ちょっと売れてるかな。売れてるって言っても4番3番。稲毛と岩本43.7倍が一番安く。稲垣との筋の方が高いんですよね。 47は50.1倍。74の方、74はもっと高くて61.6倍ということですね。えー、まくり税で言えば坂本、えー、8五で50.1倍、58は満車券になっちゃいますね。むしろ、えー、51、大月け抜け出して、ま、 あの、アサがまくってくる方が28.8倍で、安いです。うん、これ、まだ二社単あまり変われてない状況なのでしょうかね。なので、オッズの変動はあるかもしれないです。え、えー、アが12が17.6倍ですか。逆に木暮れを23、岩本とで19倍ということで、 結構、あの、いろんなオッズばらけてるような状況なので、まだこのオッズ変動あるかもしれないですね。えー、っと、岩本・ヤナダが一番人気に対して、ヤナダ・岩本の監視目が54.2倍というのも、ちょっと、あの、オッズが高いですね。気になる要素です。えー、では、 このレース見ていきましょう。はい。勝ち上がりの成績見ていると、稲毛の積極性が光りますよね。確かに、ラインの厚みでは、難関が唯一3人で有利とは思うんですけど、稲毛も、あの、一時すごくまくりで消極的なところがあったんですが、ここ、最近は、あの、 先手バックを取るレースをかなり心がけてるみたいですね。もちろん松井もまだまだ出始めなんで、出始めですし、なんか二人を連れてるんで、積極的に行く姿勢っていうのは変わらないのかなとは思います。 では、あの、予想なのですが、まず、誰が先行するかですが、これ、えー、松井も田毛もどっちも、結構、行く気満々なのではないかなと思うんですね。そうなると、うん、叩き合いは避けられないんじゃないかなと思います。 ちょっと稲垣の近況に不安があるんですよね。うん、勝率4%な、ですし、やっぱり足は落ちてきてるんじゃないかな、ということで、そうなると、稲毛が思い切っていったりし、あの、潰し合いになった場合、 稲毛から、あの、稲垣離れてしまって、松井がハマるという展開もあるかもしれません。まあ、普通に逃げ合えば松井の方が勝つかとは思うんですけど、まあ、勝たなくても松井3番手確保できるから、そこから巻き返すっていう手もありますからね。まあ、やっぱり近畿と南関では南関の方が有利とも言えます。また、 叩き合ってごちゃつけば、岩本自身がーだついて発進するという手もありますから、やっぱり難関なのかなと。ただ、あまりにも叩き合いすれば、短期の選手も怖い、確かに怖あの、力はあるんですけど、仕掛けをタイミングを逃さないで、坂本が、 坂本の方が面白いなと思うんですよね。坂本が大月連れて行って、この二人であの綺麗にまくり切っちゃうという展開もある、あるんじゃないかなと思いまして、ま、ず最初そちらの方が、あの、面白いなと思って、8558の裏を持ってを考えたんですが、もしかしたら、あの、稲毛の 番手に松井がはまっちゃったり、稲、え、毛、ー、を振り払って岩本が出たりということで、難関税の方が総合力とか柔軟性は高いと思いますので、まあ、坂本も後ろから巻き返しになりますし、短期税も果たしてどこにいるかわからない。また、 どこまでモチベーションがあるのかな競輪祭終わったばかりで。というところも、ちょっと引っかかるところがあるんで、朝行き暮れは確かにあの実績はあるし、まあ、競輪祭も。 あ、浅イは決勝乗ってないですけど、は昨年のグラえー、昨年の経理再発者っていうこともあり、実績が一番なんですけど、まあ、ちょっと脚力に不安は生じてきてるっていうのはありますし、 モチベーション的にはどうなのかなと思ったんで、えー、っと、朝行ぐれを短期税を外します。えー、っと、ここはですね、えー、っと、経輪の基本である筋で行ってみたいと思います。北日本か南韓かっていうことですね。 北日本来れば美味しいですし、特に大月、坂本なんか満車圏ですからね。決してやっぱりあの短期税行ってたら結構点数も多くなってしまいますし、この筋というのは結構シンプルでいいかと思うんですよね。これだけを6点しかないですからね。あの、音ズも割れてますしえ、絞ってみるっていうのが有効じゃないかなと。 私は思います。ので、この6点で行ってみました。はい、えー。以上。別府記念最終日の予想を送りいたしました。最終日、決勝戦の予想を送りいたしました。えー、もし、この動画を気に入りましたら、チャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。 この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で以降でした。